はい、こんにちは、ヘッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はガシャポンのね、GP3 のレーズバックでいきたいと思います。まあ友人とね、まあ回してきてなんとかで、ね、被りなしでトレードしたりしてね、まあ揃ったので良かったです。まあ例のごとく、レアは、はい、いりません。ノーマルだけで十分。てなわけでペリペリいきましょうか。はい、こちらが響き。なんかね、これが少ないようで、なかなかね、出てくるの苦労しました。はい。まあ、だけど、なんとかね、無事に揃ってよかったです。で、番号がね、043。で、まあ、これらに関してはね、ショートだけ、音声、返信音声だけ、動画は出してると思いますので、よかったらどうぞ。で、ラインナップ的にはね、はい。ドリル。で、響きですね。で、あと、ブレイド。で、オルタリングと戦国ドライバー。いいね。うん。なんでドリルだけラインナップ通常でされてんのか謎。はい。GP レイズバックル3です。で、他のやつもペリペリいきましょう。で、ドリルに至ってはこちらがね、デラックス版なんですけれども、まあ、ほんとね、最近の SG とかガチャとか、そんな大差がない感じがする。うん。まあ、ここにね、ちっちゃく V って書いてあるのがガシャポン版、ベンダー事業部。色合い的にもそんなね、変わんないんで。ただね、まあ、選んで買えるっていうのが、食玩がね、一番、うん、今のところ、有能です。こういう形。はい。でも、ガチャはもうほんとランダムなんでね。で、こちらが、ブレード、ブレイバックル。はい。均等のね、アソートとかだと結構出やすかったりするんですけど、なかなかね、きつかったりする種類もあるんで。で、アギト、ウルタリング。はい。で、戦国ドライバー、ガイム。そう。うん、このデザイアドライバーからターンアップとか聞こえんのかな。はい。ではね、ベルトトレンドでいきましょう。はい。ではまずね、音源聞くから。一応まあ響きに至っては音楽の音声で続いて、はい、アギとオルタリング、はい、続いてブレイバックル、そして最後、戦国ドライバー。で、ドリルと武器連動は省略します。戦国ドライバまあ、ガシャポン GP3 でね、まあ、この4種類のレジェンドっていうのは非常に嬉しい。はい、以上音声でした。まあ、そんなわけでね、今回の動画は以上となりますけども、ここ最近ちょっとね、レジェンドのレーズバックルとか動画が増えてる気がするんですけどもね、まあ、その他のもやっていきますので、ぜひともよろしくお願いします。で、その他の動画はね、下の概要欄上のリンク、エンディングから飛べます。で、あと最近ね、ちょっとライダーストアにいて、こちらの、はい、レジェンドライダーのやつ、昭和ですね。はい。ゲットしてきましたので、こちらも動画はアップしてますので、ぜひともよろしくお願いします。そんなわけで、以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。